はい、占いのコーナーでございます。繰り返しますけど、これは裏付けのない情報ということなんで、この情報を見てですね、まあ、久保さん物知らないですねっていうのはまあ当たらないかと思いますけども、でもね、私物知りませんのでね、私は世間から離れて社会から離れてたった一人の隠居生活を送ってますんで、世の中のことなんて全く分かりません。ですんでね、あくまでファンタジーと思って真面目に捉えることがなくご覧ください。まあ、世の中にはね、都市伝説ってものもありますし、まあ、作り話もありますしね、怪談話とかいろいろあるわけですよ。宇宙人がいるぞとか、 UFO が地球を攻めてくるぞっていろんな話題がありますけども、その中の一つだとお捉えいただければと思います。それでは今日はね、こんなクエスチョンが来てます。各国では中国への損害賠償が始まり、現時点で総額は1兆円を超えてますが、今後さらに増え10兆円規模になると言われてますが、中国は支払いに応じないでしょう。日本は損害賠償請求しますか、というふうなね、クエスチョンがあります。これに対してお答えしている方がいらっしゃいます。へえ、そうなんですか。 K って何ですか。あ、兆の次の単位ですか。それはすごい額になるんですね。もちろん日本は中国に対して損害賠償を求めたりはしませんということでございます。うん、中国がかわいそうじゃないですか。中国のどこが悪いの。もちろん欧米諸国同様、日本は民主主義国家ですが、それ以上に共産主義中国とお隣同士の大の仲良し、これからも末永くお付き合いしていくということでございます。ということでね、かなりのブラックジョークが入ってますけども、日本としてはどっちにつくか難しいなというところですけども、まあ、中国とも仲良くしたいし、いやいやアメリカともみたいな感じで揺れ動いてるんではないでしょうか。次です。中国が支払いに応じなければ当然中国資産の差し押さえになりますが、それに対して中国が武力攻撃を含め必死に反撃してくるでしょう。今もね、尖閣諸島に8回ぐらい潜入してきますもんね、今年に入って。はい、日本はアメリカと軍事同盟国としてどのような行動を取りますかということです。これ気になるところですよね。まあ、私の感覚では日本がピンチになったらアメリカの軍隊が、他国のためにね、日本人のために命をかけて死を厭わずに怪我をすることも容認しながら日本の代わりに戦ってくれるんじゃないかなと思いますけども、こんな考え方でいいんでしょうか。さあ次です。答えですよね。この平和な世の中、戦争なんてありゃしませんって。大げさすぎるんですよ。そもそも日本には平和憲法があるんですから、軍隊持っちゃいけないんですよ。軍隊持ったらあなた悪いやつが日本に攻めてくるじゃないですか。そんな簡単なことわからないんですか、勘弁してくださいよという感じで怒られました。ということでね、日本は軍隊がないんで、どの国からも侵略を受けないということでございます。征服を受けるだけだというふうに解釈していいんでしょうか。抵抗を虚しく、私たちは手も足も出ない感じで、ひょっとしたらですね、アメリカが日本とともに、日本じゃない、アメリカがね、中国とともに日本をちょっとね、占領してちょっと分け合おうかみたいなことになるかもしれませんよね。3つの勢力があるとして、その2つが手を結ぶときに、必ずしも日本がその勢力のどちらかと手を結べると思わない方がいいのかなと思います。もしかしたら日本というのが蚊帳の外で、アメリカと中国の合体っていうのもあるかもしれないですよね。私たちは一体何を考えて生きていけばいいんでしょうか。以上、隠居の私からお送りしました。全く根拠はございませんので、信じるか信じないかあなたの勝手でございます。それでは失礼します。